秋の中京のメインレースチャンピオンズカップ16頭がチャンピオンの座を争います。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。先頭に立ったのは2番ゲイティブレイブ、そのうち1番コパノリッキー、それから AM 迅速アオービーがその後ろ、そして5番手にアポロケンタッキー、そのうちに7番ロンドンタウン、それからローズプリンスタム、そのうちからは9番ゴールドドリーム、8番グレンゼント、その外14番サウンドトゥルー、そしてその後ろから3番ミツバ、その外からは6番モルトベーネ、そして内からはドンコの夢、その外に名称住友、10番キングズガード、一番後ろにカフジテイク。流れるようにレースが進んでおります。ケイティブレイブがレースを引っ張るようになりました。これを追って1番コパノリッキー、前前での競馬アオーディと竹豊騎手、 AM 迅速はこの辺り外を通って15番アポロケンタッキー、ロンドンタウンがそのうちにいます。外から1頭16番ローズプリンスタム。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。AM 迅速は5番手といったあたり、先頭福永とゲイティブレイブ、外から来た来たサウンドトゥルー、一気に襲いかかる怖い馬が来た。14番サウンドトゥルーだ。これは阪神レースになりました。捉えた、かわした。 AM 迅速外から1頭サウンドトゥルー、 AM 迅速1着チャンピオンズカップ、勝ったのは13番 AM 迅速だ。この子は結構見込みがあるわね。1着13番、2着14番、3着11番以上のように確定しました。